でボスをクリアすると絶望の陣、次のエリアに進みますっていう感じで、ステージをクリアしていくことになってますね。店に行ってみる。うん。でステージが変わると新しい会話を聞くことができる。現在のエリア、絶望の寺院か。悲しい場所だ。どうして歴史の授業を聞いてなかったのか。まあ冒険野郎にはありがちなパターン。要約するとだな、お前よりもかっこいい勇者が助けに入らなかったらお前をぶっ殺してたに違いない4頭の化け物がいただろう。頭が4つのですね、頭が4つの化け物がいたろう。あいつが悪魔王だ。なるほど、悪魔の王様なのか。遡ること数世紀前、悪魔王は軍を率いて人間界を襲撃し、人類の砦を破壊して隠れ里へと追いやった。それ以来悪魔王の支配が続いている。この寺院は人類最後の遺産ってことか。残念ながらその通りだ。冗談じゃない、今すぐその悪魔王ってやつをぶっ殺してやる。以前にもそういうものはいた。そんな怪物野郎が苦しむ村人たちをせせら笑ってのに黙って見てられるか。お前はまだか弱すぎる。やつの右腕にだって勝てんさ。俺は言う。玄関へたどり着く前に穴へ落っこつのが落ちだ。よく見てろ。ああそうしよう。はい、何か面白い話は。うん、ああこんなのはどうだ。かつて理想の夫を探し求める姫君がいた。あ、もうこれ分かってると思いますが、ゲームに関係ない話してくれてますね。理想の夫を探し求める姫君がいた。彼女は、隣国かな、隣の国の全ての王子へ向け、繊細な心を持つ者を望むという一文を書き添えて招待状を送った。何人もの花婿候補がやってきては姫君の試験に合格できず去っていった。姫君は候補者たちにこう伝えた。今夜はどうぞ泊まっていって、ただしその敷物の山の上で寝てもらいますと。翌朝、姫君は彼らにぐっすり眠れたかを尋ねた。どの花婿候補もぐっすり眠れましたよと自信たっぷりに答えた。自分が暗闇を恐れない、手のかからない客であることをアピールするためにな。そういった者たちはすぐさま帰らされた。ある日、特別繊細な王子が全く眠れませんでしたと答えた。あの敷物の山はどうなっているでしょうと王子は続けた。快適そうに見えたのに、いざ横になってみると脇腹にフォークが突き刺さったようで。翌日2人は結婚した。ああその話なら有名だ。敷物の下に豆が仕込んであって、極度に繊細な王子は気になって眠れなかったのさ。ああだがこの話には後日談があってな。え？最初の数週間は全てが素晴らしかった。繊細すぎる王子はどんなことにもケチをつけたの。まさしく姫君が求めていた夫だった。通風が程よく暑い時は食器が冷たいと文句を言う。音楽が程よく賑わしい時は絵が退屈だと文句を言う。そして服が痒くない時は詩がマンネリだと文句を言った。ところがある日ふと姫君は誤った相手を選んだと気づいた。夫は面倒な男だ。しかも彼女はそれだからこそ彼を選んだ。この恋物語は二人の人間がひねくれてる部分がパズルのピースのように合致しただけ。王族とは思いのほど謙虚な姫君は、全ての問題は何も変わらない自分にあったと気づくと、人間的成長を遂げ王子と離婚した。その後一生幸せに暮らしました。おしまい。ちょっとよくわかんないですね。その有名な話の方を知らなかったっていう最悪のパターンもあります。はい、強化、お金は貯まってないので大丈夫ということで出発しましょう。どういう話だって。まあ、おとぎ話にも続きがあるってことを言いたかったのかな。まあ、そういう、あれ落ちちゃった。地下墓地。あれ絶望の寺院もう終わり。お、誰かいる。うわぁ、びっくりした。ゾンビかと思ったよ。お前はどういう生き物なんだ。え、フォビキンに会うのは初めて。フォビキン、僕らは大工の種族でさ、すっごい働き者なんだけど、どのフォビキンも恐怖心によって呪われてて、恐れるものにちなんだ名前がついてるんだ。お前の名前は？シッコワだよ。シッコワ？つまり死が怖いってことなのか。なのに地下墓地へ迷い込んだ。あ、死が怖いから、シッコワ。うんうん、皮肉だよね。この上でぶっ壊れた寺院を修理してたら、ここへ落っこっちゃって、そしたら強烈な死の匂いにやられて動けなくなったってわけ。とにかく目覚めさせてくれてありがとう。じゃあ僕は仕事に戻るから。しっこは消えた。しかもこれ切れるのか。あ、
切れる。コウモリだよっ。ということで、まあいろんな話を聞いてますけれども、冒険を続けていきましょう。ちょっとさっきの話がちょっと釈然としなさすぎてなんだったんだろうなって思いますね。よっ、あ、上これいけそう。よっ、これあれじゃない、あのなんだっけ、力の封印があるところじゃないって思っちゃいますけど、うん。お、あー、時のかけらがもらえる宝石だ。なんかちょっとデビルメイくらい思い出しましたけど、ちょっとだけね、ありましたよね、こんなの。うっ、危ない。あ、挟まれる。よし、まあ今のところまだ死んでないですね。で、時のかけらも順調に集まってるし、いい感じです。お、なんだ、なんか魔法使いが、あー、いろんな敵を呼んできてる。倒して進めば大丈夫そう。うん、まあ下しゃがんで、そう、上には切れないけど下しゃがんで切ることはできますね。よし、そして水の中、まあステージごとに音楽も違うんで、挟まった。で、死ぬとこのゲームね、お、新しいお客さんだな。この悪魔が取り付きます。そしてチェックポイントからやり直し。どうなってる？死んだはずだが。実際死んだのさ。ならどうして？オイラはクワブル。クワブル。以後お見知りおきを。こうして出会っちまったのは兄ちゃんが下手くそでどんくさいからだぜ。かいつまんで言うと、オイラは時空を自在に操れる魔法の腕は持ってる。で、兄ちゃんが死んじまった時は、オイラが時間を止めて最後のチェックポイントまで連れ戻してやるよ。なるほど。で、条件は。1つ目、死んだらやっぱりすげえ苦しむ。2つ目、兄ちゃんの新しい命は付け払いって形でオイラのメモに記録される。兄ちゃんがその付けを払い終えるか、オイラが退屈してしまう頃に、頃までそばで見張らせてもらうぜ。まあ死にたい時は死ねっからさどうやら交渉成立だな。うん、じゃあ旅を続けな。ということで、このクワブルがいる間は、時のかけらを全て取られてしまいます。で、チェックポイントからなので、そこからやり直しってことになりますね。この辺は少しだけ、シビアといえばシビアです。はい、でも仕方ないですね。なぜなら負けてしまったから。何でも代償はつきもの。てか挟まれると即死なんだな。はい、クワブルがめっちゃ食べてる。で、一定程度時のかけらを食べさせればというか、与えれば、あ、このイベントもやり直しなのか。これチェックポイントまで行かないとなかなか死ににくくなってる。これ毎回見るのきついぞ。あ、消えた。消えるとまた、時のかけらを入手することができます。よし、 OK。 ここちょっと慎重にやろう。よっ、トゲに当たらないように飛び出しちゃったんだよ、この水の中から。よっ、うっ、ちょっと今のも怖かったぞあ、チェックポイントですね。お店がありますけど、あー、お店入っていいかな。あれだ、アイテムを買いたい。会話、悪魔王、悪魔王との世紀の対決はどうなった？守備よく世界を救い、民の誇りを取り戻せたか。ずるいぞ、橋がぶっ壊れてた。まあお前が今すぐ巨悪と戦うことになったら、この冒険が早くも終わってしまうしな地下墓地へたどり着いたか。何か知っておくべきことは？特にない、よくある場所だ。骸骨とか、お、森も出る。邪悪の魔法使いとかも、ご名とネクロマンサーが待ち受けてるぞ。恐ろしいな、ベタな展開だろ。さっさとこのエリアを攻略しろ。この先にはもっと独創的なステージがずらりと並んでる。ここで何をしてるのか。お、彼について話が聞けそうですね。魔法の研究だ。教えてくれるか。難しいな。どうして？お前には早すぎる。何に対して？魔法だよ。まったく、自分で聞いといてこれだ。けど俺は本気で。言っとくがな、会話もろくに交わせないやつに魔法は到底学べんぞ。
面白い話聞くの怖いなこれ。さっきの店主の話の中であの召使いの話は結構面白かったけど、一応でも聞きます。あーこんなのはどうだ、うん、かつてちっぽけな小屋で暮らす梨の木しか持ってない貧しい老女がいた。名前はヒーさん夫人。悲惨だから家族全員が悲惨を囲い、時には不運が行き渡らないほど運がなかった。ある日腹を空かせた物乞いが現れ、何か食べ物を恵んでくれと言ってきた。夫人も腹ペコだったが、彼女はどれほど不幸な境遇にあっても寛大な心を持っていた。なるほど、立派ですね。そこで夫人はコトコト煮込んだ味気ないスープを物乞いに少し分け与え、好きなだけ梨を食べなさいと申してた。うん。すると物乞いはズッキーニを脱ぎ、自身が神であることを明かした。神はこの世に善意が残っているか確かめるため物乞いに身をやっつしていたのだ。なるほど、物乞いに身化けていろいろ確かめてたわけですね。 T さん夫人の善意に心を打たれた神は、彼女の願いを一つだけ叶えてやることにした。うん、当ててやろう。夫人は何も望まなかった。製品に暮らすは美徳なりって教訓か。いやいや、ここからが面白いんだ。夫人は神に、皆が梨を盗んでいくから自分で食べる分がなくなってしまいますとこぼした。そしてシンプルにこう願った。私が許すまで梨泥棒を捕らえておけるよう、梨の木に魔法をかけてほしいのです。なるほど、梨の木に魔法をかけて、あそうですね、梨泥棒をいつまでも自分が許すまで捕らえておける魔法をかけてほしい。なるほどね。神は彼女の願いを叶えると姿を消した。時は過ぎ、夫人は大勢の梨泥棒を懲らしめたが、そのほとんどはお腹を空かした子供たちだった。夫人は彼らを養い教育しようと誓った。そして間もなく善と有望な新しい世代の支柱となった。素晴らしい人間だな。ヒーさん夫人は寛大な心を忘れず幸福なまま年を取った。今やその顔は、象の膝のようにしわだらけだ。そんなある日、死神が現れた。死神は手順に従い夫人に最後の願いを尋ねた。最後にもう一度自分の梨を食べたいのです、一つ取ってもらえませんかと夫人は言った。木に登って梨を剥いた瞬間、死神はその場に囚われてしまった。夫人は死神を決して逃さないと決め、それ以来世界は不幸に包まれてしまいましたとさ。世界は不幸に包まれてしまった。どうだった、どういう教訓だ。良い行いをすれば後の身勝手も許されるってことか。善意は時に不幸を生む。知らんよ、子供向けのおとぎ話さ。死神が梨の木に囚われるってオチが面白いと思っただけで。なるほどね、そうですか。そうですか話です。あ、水中ダッシュ、泳いでる時に X を押すと前方向にダッシュできる、いいですね。これもらっておこう。はい、というお話。死神がいなくなると世界に不幸が訪れるってのはどういうことでしょうかね。まあ人間この死んでいかないとダメになっちゃうってことか。よっ、あ、やばい、いて、結構ダメージ食らった今、もしかして危ない感じあったし、あっさっさ。ここでさっき手に入れた技を試してみよう。お、素晴らしい。あー、力の封印パターンか。どうだこれ。あ、そうだな、下行ってからだったな。完全にもう2回も死んでんぞ。コントローラーがぶっ壊れてねえか。煽られるクワブルに煽られる。あ、あ、やばい、これトゲのダメージ3もあるのか。行け死者よ、諦めたらそこで負けだぞ。たまには励ましてやっか。クワブルも憎まれ口ばっかりじゃない。3ダメージなのか、トゲ。危ないな。よし、体力回復もらってしゃがんでちゃんと抜けていこう。クワブルに時のかけらを食べられてしまうけど、死んでしまうよりはマシですね。本当に死んでしまうよりは。よっ、力の封印を見つけたら取りに行きたい。こうだな、なぜ上から行ってしまったんだろうか。よし、オッケー。そしてこの力の封印はぶっ壊す、握りつぶす。なぜ握りつぶすのかわかんない。あ、帰りはここ空いてる。よいよい、はい、ということで隠しエリアもクリアしました。あんまり隠されてなかったけど。あー、これ
水の中で攻撃はできないんだろ。よし、アクアブルもいなくなった。で、上行ってみるけど、体力回復、威力も回復。あ、あんま手裏剣投げてないわ、そういえば。さっ、あ、敵の弾と相殺というか打ち消しになっちゃうんだな。まあ、使える飛び道具は使っていった方がいいですね。オッケー。まあこの先にも独創的なステージがたくさん待ち受けてるってことなんで、先を急ぎますかね。うん、まあ、この辺は割となんだろう、普通というかオーソドックスにいい作りなのかなと思います。あ、違う敵だ、ワープしてる。アタックと気絶してその後切ると倒せます。なるほど、ちょっとあれ数出てきたら嫌だな。今1体だったからよかったけど。よいしょ。うん、あー、またネクロマンサーか。これですよね、ネクロマンサーって。あ、もう、あ、え、いきなりもう出てきてんじゃん、数。でもこれ手裏剣、あ、手裏剣で撃ち落とせる、ちゃんと手裏剣で撃ち落としてその後切る。これが賢いやり方ってもんだね。はい。え？ちょっと気力がなくなっちゃった。もう手裏剣投げられませんね。時々アイテムとして、その気力、忍術を使う、手裏剣を使うための青いゲージが出てきます。宝石かな？あー、これ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 、今の。さ、さ。なんか贅沢に使っちゃった。あ、これしゃがむ感じ？よし。手裏剣も多分刀で切ったのと同じダメージなのかな。それともちょっと、あ、やばい感じ。それともちょっと手裏剣ダメージ高いんだろうか。これはちょっとわかんないですけど、あ、この緑のやつでその手裏剣の威力を確かめることができるかもしれませんね。ただし手裏剣が今投げられない。うん、テンポよく上に上がっていきます。で、魔法使い出てくるところがわかるからちょっとやりやすいけど、あ、でももう普通の敵として出てきてるな。もうちょっとレアな雑魚キャラってわけじゃなくて、もう普通に出てきてます。はいはい、時のかけら210、これこうか。よっよっ、あ、ちょっと怖い。こっち取りに行きたいけど、行って大丈夫かな。大丈夫だ、体力回復ある、ありがたい。そこの落ちてくる天井は気をつけときたいですね。即死だからな、あれ挟まったら。切って、敵の弾切って、あ、大丈夫。敵の弾切ってもう一回ジャンプですね。よし、手裏剣投げられます。あ、これボスかな。はいはい、まあ、ボスについても一応聞いておきましょう。うん、会話エリアのボスについて。